平野紫仕様、一番仲良いのはメンバー、ニハンナキンプリの絆と分裂の謎。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キングプリンスへの平野仕様が18日日本テレビ系バラエティぐるぐる992時間 SP の人気企画グルメチキンレースごちになります23年ぶりに参戦一番中のいい人を問われてメンバーと答えるなど今月22日での脱退退場前に改めてグループの絆の強さを木彫りにした番組では コーナーレギュラーを務めるニュースマスダ・久が、平野が一番尊敬しているジャニーズの先輩は自分、だと主張。しかし、平野は少し間を置いて気まずそうに、いや、違います、と正直に返答し、でも、本当に先輩としては尊敬はしてます。すごい詳しいですし、何かに、何に詳しいかはわからないんですけど、とフォローになってない言葉でフォローし、 共演者たちを爆笑させた。マスダとは、プライベートで食事に行ったことがない、と言い、その流れで一番仲がいい人はとの質問が出ると平野はキングプリンスへのメンバーかもしれないですね。メンバーとはしょっちゅう遊びに行っています、と答えた。平野は22日をもって神宮寺ゆうた。 岸優太と共にグループを脱退し、同時に平野と神宮寺はジャニーズ事務所を退場、岸は秋に退所予定。以降、キングプリンスを流せ角と高橋山の二人体制で継続されるとし、一部メディアでは脱退組と残留組の確実が盛んに伝えられた。そうした不仲説を平野本人が改めて否定したとも言える。これに対して、ツイッター上では、 紫輝くん、一番仲いいのはメンバーって言ってくれて嬉しい。ほんとメンバー好きな紫輝くん尊い、真剣な顔で一番仲いいのはメンバーって言われて泣けてきちゃった、などと歓喜の声が殺到。トレンドワードに、潮くんが入るなど、3年ぶりの、ゴチ、参戦は大反響となった。 また、19日にはデビュー前からキングプリンスへの冠企画を放送してきた日テレ系の朝の情報番組、ジップ。がデビュー曲、シンデレラガールの特別版ミュージックビデオを公開。2018年のオリジナル版と先日解禁された2023年版の MV、さらに過去の番組出演映像を盛り込んだスペシャルバージョンとなっていた。 お天気コーナーでも、シンデレラガールが流れ、ツイッターでは番組とグループの絆を表す、ずっともジップがトレンド入り。6人体制時代の映像もあったことで、元メンバーの岩橋玄樹がツイッターで、ジップ、さんありがとうございます。と反応した。19日のミュージックステーション2時間スペシャル、テレビ朝日系。 出演を経て、20日が5人体制最後のメディア露出の日になると見られている。20日は神宮寺が満天星青空レストラン、騎士が、ああみんなの動物園、と日テレ系の番組に立て続けに出演し、19時56分からは同局系の冠バラエティ、キングプリンスルの最終回となる2時間スペシャルが放送。 そして、同日の22時55分からスタートする NHK 総合の生音楽番組、メニュー101で5人でのラストパフォーマンスを披露する。キンプルの2時間スペシャルでは1泊2日やりたいことツアーと題して5人旅が放送され最後に改めてメンバーたちの絆の強さを再確認することができるようです。 メンバーの船仮説が根強く流れていましたが、3人の脱退発表直後には、長瀬がラジオ番組で涙ながらに、3人が辞めたいと思っていることに気づけなかった俺は何してたんやろって、と自分を責め、高橋は4月に出演したトーク番組でグループの今後を問われて号泣した後、メンバーが何よりも僕は好きなので、みんなが幸せに暮らせたらいいなって。 ずっと友達でいられたらいいなって思います。とメンバー愛を明かしました。3人がわがままで脱退したり、メンバー間に亀裂があったりしたら、長瀬や高橋はこのような反応をしないでしょうから、ファンもグループの絆は変わっていないと確信しているようです。だからこそ、メンバーの中はいいのに、なぜグループが分裂してしまうのか、という思いは深まるばかりですが、 ジャニーズに詳しい芸能記者。2021年3月にグループを脱退した岩橋は、ジャニーズ退場後もメンバーたちとビデオ通話するなど交流していることを明かしていた。平野たちの脱退退場は敬意に謎が多く、未だに納得できないという声は少なくないが、5月23日以降も5人の友情が変わらずに続くことを期待したい。